停しています。この後も土浦方面の列車、間隔が大きく空いているため、当駅で間隔調整をしています。この後5番線に参ります、当駅止まりの快速電車からお客様のお乗り換え、完了後21時16分の発車を予定しております。なお、5番線到着の列車からお客様のお乗り換え完了後、時間になりますと発車をいたしますので、お乗り遅れ等ございませんように十分ご注意ください。6番線勝田行きは、現在のところ21時16分発車を予定している列車です。はい、皆さん、赤赤いフレッシュ日立。おお、はい、皆さん、赤いフレッシュ日立。おお、はい、皆さん、こんばんは。鉄道総合館です。今、赤いフレッシュ日立見えましたね。本日は JR 東日本常磐線取手駅に来ております。現在の時刻が21時10分です。6番線停車中の電車はご覧の通り21時6分発の普通勝田行きです。あれ、なんで発車しないんだろうっていうお話なんですけれども、本日ですね、上野東京ラインの田町駅付近だと思うんですけど、高輪ゲートウェイとかその辺りで、京浜東北線の電車車両点検を行いました。その影響で常磐線にも大幅な遅れが発生しております。この後この駅は停車しないんですけれども、特急時は77号も約30分ほど遅れているというふうに情報が入っております。後続電車が大幅に遅れる、この電車との間隔40分ぐらい間空くみたいなんですけれども、そういった場合に常磐線がどんな感じになるかっていうのを今回ですね見ていきたいと思います。では本日もよろしくお願いします。このためただいま間隔の調整をいたしております。21時16分午後9時16分発車を予定している勝田行きです。ご利用のお客様、どうぞご乗車のままもう少々発車までお待ちください。なお、この後の土浦方面の列車は大きく間隔が空いています。宇治市道龍ヶ崎市内区方面ご利用のお客様、6番線に停車中の勝田行きにご乗車ください。この後の土浦方面の列車、間隔は大きく空いています。しばらく到着まで時間がかかりますので、この列車をご利用ください。はい、今もうほとんどですね、駅員さんが放送してくださったんですけれども、残念ながら後続の電車が、発車時刻、これちょっと電光掲示板出ないですね、当駅で少々停車いたしますという表示は出ていますけれども、発車時刻は本日21時16分を予定しております。で、後続の21時37分の勝田行き、これ遅れ5分って書いてありますけど、いやとんでもない、もっと遅れてるっていうお話だそうです。大体40分ぐらい間隔が空くっていうふうに、情報が入っております。で、今5番線には当駅止まりの電車到着しました。本来後ろを走ってて接続はしないはずの、常磐線の緑色の快速電車、取手止まりの電車が本日に限って前を走ってたはずの勝田行きに乗り換えができると。これなぜかというと、後続の電車、土浦行きだと思うんですけど、大幅に遅れているので、この駅でかなり待ちぼうけになってしまう。それの救済処置ということで、後続電車1本待って、後続電車のお客様を乗せて出発しますという感じということです。ので、本来この到着します電車から勝田行きって絶対乗り換えできないんですけども、乗り換えられます。本日に限りっていう、特別処置ですね。遅れている時たまにこういったことをやります。
全く遅れてない電車が取手駅でなぜか停車時間なんでだろう、なんか止まってるなっていう時はそういうことをやってる場合があります。そういうことなんで、本当はこの電車からは乗り換えが、まあ、いつもはできません。この電車は多分定刻なんですよね。終点の取手に到着です。下り方面から行き、下り側の列車にお乗り換えください。富士城、夕方の市、富士方面の勝田行き、6番線、下り側の列車にお乗り換えください。勝田行きはこの後16分に出発をいたします。お乗り遅れ等ございませんようご注意ください。6番線の勝田行きは22時16分に発車をいたします。時間になりますと発車をいたしますので、なお停車中の勝田行き出発後はしばらく土浦方面に行く列車間隔が空いているため到着まで時間がかかります。6番線勝田行きにご乗車ください。勝田行き出発後、富士城方面に行く列車しばらく到着予定ございません。間隔が空きます。6番線の列車、この後16分の発車、あと1分ほどで発車をいたします。ご乗車になってお待ちください。はい、ということで、もう後ろの電車待ってる方すごい大変なんですけど、今回自分はあの運よく一本前の帝国で、まあ砦までは帝国で走ってた電車に乗れたんで、まあ待つといっても数分程度っていう感じですね。まあただこの先ももしかしたら間隔調整で止まるかもしれません。どんな感じになるかっていうのは。おじゃあこれ乗り遅れたら大変なことになりますので、1回乗車いたします。6番線停車中、勝田行き大変お待たせをいたしました。まもなく発車をいたします。勝田行きの列車、まもなくの発車になります。6番線ドアが閉まります。ご注意ください。勝田行きのドアが閉まります。ご注意ください。東海道線に遅れが出ているため、品川から参ります常磐線の直通列車にも遅れが出ております。取手駅にて間隔調整を行いまして、9分遅れで発車しております。本日は列車が遅れまして誠に申し訳ございません。下り方面の勝田行き、次は発車となります。はい、ということで、まあほとんどですね、取手駅で時間調整した後は各駅での停車時間はなく、高速運転をして出発をしていきました。ということで参考にしていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が役に立ったらいいなと思った方、チャンネル登録、高評価、コメント、ツイッターフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。人立ち入りの影響で現在30分ほど遅れている電車です。
そのため普通電車の活性機21時45分発の活性機が青ですね、ブルーオーシャン。駆け込み乗車はおやめください。